はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の直線の方程式丸4、点と直線の距離編をお送りします。で、これで4本目ですね。で、今回はサブタイトルがついてて、まあ、そのまま点と直線の距離についてやっていきます。で、上の2問、ここがまあ点と直線の距離を求める問題で、3番独立ですね、まあ、単独で1問ありますので、まあ、できそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。では行きましょう。で、今回ね、まあ、サブタイトルをつけてるんですが、まあ、なんでつけたかっていうと、すごく大事なんだよね。もちろん今までのも大事だったんだけど、それにね、もう拍車をかけてというか、それ以上に大事なもの、それが点と直線の距離です。で、まずこれマイナス2の3っていう点と、まあ、この直線の式があるでしょ。それの距離について簡単に説明すると、これまあ消しちゃうけどね、今ちゃんと取らないよ、点と直線取らないですけど、例えば直線がこうあります。で、点がここにあります。じゃあ点と直線の距離ってどこかっていうと、その点から直線に垂直な線、そこの距離、ここね、そこのことを言います。この垂直に引く、絶対に斜めとか引いちゃダメ、これは違うと。垂直に引いたものが点と直線の距離だよっていうのを覚えておいてください。これね、あとは後々いろいろね使えますんで、じゃあそれをね今から解いていくと。で、これはもう公式ですね。で、今点があって、まあ、直線の式があると。で、この公式を使うときは直線の式がこれじゃまずい、こういう AX プラス BY プラス C イコール0に戻してから使ってください。で、意図的にこっちはなってないので先に戻します、2番の時にはね。で、点と AX プラス BY プラス C とこうなったら、じゃあいきます、公式ね。で、分数なんですけど、これね結構ややこしくって、下にルート、上に絶対値使います。で、まずルートの方が使う数字、ここです。まず X にくっついてる係数 3Y にくっついてる係数 -1 です。で、この2つを2乗してください。ここ2乗ね。で、まずこっち2乗すると9、こっち -1 を2乗すると1だね。それを足します。で、今説明上ちゃんと書いてるけど、こんな暗算できるから普通にルート10って書いちゃっていいからね。で、上が絶対値です。今度で、この絶対値はマイナス2の3を通るじゃないですか。これを X と Y に代入したものをここに書きます。だから暗算できればそれでも構わないんですけど、まずちゃんと書きますね。で、どういうことかっていうと、マイナス2、それをここに入れると 3× マイナス2だからマイナス6でしょ。次 Y のところに3を入れるのでマイナス3だね。で、ここは C は無視しません、書きます。 C プラス1なんで、そのまま書いてください。で、絶対値を閉じます。これが公式で、あとは解くと。で、分母はルート10です。で、分子は絶対値の中身がマイナス8になるね。で、絶対値マイナス8っていうのは8と同じです。で、絶対値外すときはマイナス取れるからね。で、あとこれは有理化すればいいから、上と下にルート10かければ10分の8ルート10だから5分の4、約分してね、ルート10と。最後ちょっと有理化暗算しちゃいましたけど、まあ、こんな感じで解いてみてください。で、次行きましょう。で、さっきも言ったように、まあ、点があると。で、直線の式がこうなってるんだよね。y イコールほにゃららって。で、そうなってたら、まずこの形に戻します。で、なので、これ全部左辺に持ってきてもいいんだけど、y を右辺に持ってくる方が簡単ですね。で、持ってくると0イコール 2x マイナス y マイナス5か。で、右辺と左辺っていうのは丸ごと入れ替えるんだったら符号いじらなくていいので、まあ、丸ごと入れ替えて書こうか。別にここから書き直す必要もないけどね、まあ、こうなると。で、そうすれば点が分かってて直線の式がちゃんと出せるから、もう公式が使えると。で、使っていくと、じゃあこっちはちょっと暗算入れていこうかね。まず x の係数に y の係数マイナス1、それぞれ2乗して足します。22が4で、21が1、足してルート5だね。
で、上に関してはちょっとややこしいので不安であれば普通に書いていいです。今回も書きましょうか。マイナス1の8をこことここに代入するので、マイナス1を2のとこ、2の、やばい、x のとこに入れるとマイナス2、8をここに入れるからマイナス8で、 c も無視せずにそのまま書くからマイナス5で閉じると。で、一回書くか。ルート5分の絶対値の中がマイナス15だからマイナス外れるので15になると。で、有理化すると、5分の15だから約分して3になるので3ルート5とこうなります。いいかな。まずこれが点と直線の距離の公式です。これね、結構ね、覚える時ってそんな苦労しないんですけど、意外と忘れやすいっていう。あれってどこ2乗すんだっけ、こっち2乗だっけとかって普通に忘れるから、2乗する場所と、まあね、絶対値の中とか気をつけてね、覚えてください。で、それを使ってね、よく出てくる有名な問題1問やっていきます。今3点ABC がね、揃っていて、それを頂点とする三角形 ABC の面積を求めようと。これよく出てくるね、三角形の面積求める問題で、今回はひとまず書いてみます。ちょっとちゃんとね、XY 軸書いて、で、曲がることは分かっているんだが許してください。いきましょう。おお、消えちゃった。今日ね、外がすごい大雨で、もしかしたら雨音入ってたかもしれない、ごめん、雨音が入ってるかもしれないんですけど、ごめんね、ちょっと気になったら。で、XY 軸書きました。珍しく横がまっすぐなったね。で、マイナス3のマイナス5なんで、まあ適当いきましょうか。この辺ですかね。これが A、マイナス3のマイナス5。で、5のマイナス1なんで、5のマイナス1。まあこの辺にしておきましょう。これが B。マイナス2の4だから、マイナス2の4。C と。まあこの辺ですね。で、これの三角形なんで、ここの面積を求めたいんです。で、今これを求めてるんだと思ってください。で、どうやるかっていうと、三角形の公式、小学校で習ったやつは、底辺×高さ割る2、もしくは ×1/2 ですよね。なので、底辺と高さが必要になります。で、これ、底辺をどこに置くかは自由です。私は AB を底辺にしたい。僕は BC、俺は CA、どれでもいいです。で、今回、俺は AB でいきます。ここを底辺。いいかな？で、底辺まず出します。で、底辺どう出すかっていうと、これ、2点間の距離だよね。点と点の距離。これも公式でやってます。だから、AB からまず出していくよ。で、これは A と B、ここ使うので、ルート。で、どっちから引いてもいいですけど、じゃあ B から A 引こうか。5からマイナス3引いて、8の2乗、8波64、足す、こっちからこっち引くと、4だから四四16。ルート80。4ルート5か。合ってるね。ルート80やもんね。合ってる。なので、これで AB も底辺出すことができました。これは BC でも CA でも同じやり方でやってください。点と点の距離の公式でね。で、次が問題。で、次、高さなんだけど、高さっていうのは、ここを底辺にしてたら、高さはこっから垂直、ちょっと曲がったね。ごめん。垂直に下ろしたここが高さでしょ。で、ここを出します。で、今上のねやつで説明したように、これ点と直線の距離で出すことができます。なぜなら直線と点の距離は必ず垂直になるから。さっきも言ったようにね。だからちょうど高さとして使えるんです。で、そのためにはまずここの直線の式が必要なの。点と直線の式が必要だからね。だからまず直線 AB を出しに行きます。式を、ちょっと待ってね。直線 AB。で、これに関しては、あれかな。また公式を使ってやっていこうか。AB は、どっち引いてもいいんだけど、こっち引こうか。Y からまず Y 座標を引いて、プラス1。で、傾き、ここに入れたいので、どっちから引いてもいいんですけど、X の増加量分の、Y の増加量。で、X 座標から引くんだけど、こっちを引いたから、こっちも5から引くと。5を引くと。で、これをまとめていきたい。だけど、どうしようかな。ここが8分の4だから2分の1になるのか。
ってことは、外でなんかあれだね、声がするね。2分の 1x で配る、マイナス2分の5、プラス1持ってくるから、マイナス2分の2、マイナス2分の7か。よいしょ。さあ、自分で解いたのと同じかどうか。大丈夫そうだね。で、こう出しちゃったんですけど、結局この式にしなきゃいけない。あの、y イコールじゃなくてね、ax プラス by プラス c とにしたいから、全部2かけりゃよかったね、これね。じゃあ2をかけて、2y イコール x マイナス7。どうしようかな。右辺に持ってきた、あれと同じような感じしようか。右辺に持ってくれば、x マイナス 2y マイナス7イコール0と。これが直線 AB の式になります。いいかな。だから最後に C、点と直線の距離、C の座標分かってるからね。なので、まあ、途中式を書くんだったら、これ下、あ、下ギリだったね。ごめん。ちょっと上に上げようか、これ。ちょっと切れてしまってた。ちょっと待ってね。じゃあ、これを、こっちに書いて、ちょっと矢印がごめんね。マイナス 2y7 イコール0か。これがまあ直線の式と。これ入ってるもんね。で、ちゃんと書くと、点 C から、やっべ、これ入るかな。直線。AB だよね。AB への、これまあ書き方いろいろあると思うんですけど、垂線 AB から AB への垂線との交点を D とするととか書くと、ここが D って自分で置くことができるので CD イコールって書けるからね、この後ね。で CD を求めに行くと、 CD イコール点と直線の距離、上と同じ公式だね。だから、x と y の係数が1とマイナス2、それぞれ2乗してルートだから足すから、ルート、はい、狭い。よいしょ。ルート5分の絶対値の中に、マイナス2と4をここに入れていくから、マイナス2でしょ。次4入れるから、マイナス8。で、マイナス7。絶対値閉じると。これ、あ、違うから、なんでもない。287、合ってるかな？ルート17合ってるか。なので、ルート5分の17になるね。ルート5分の17。で、一応有理化すると、ルートかけて、5分の17ルート5と、こうなります。いいかな？で、最後、面積、底辺、高さ両方分かったので、面積 S。面積 S は、底辺が4ルート5。底辺かける、高さ、そうだね。これの場合、ここまでしなくてよかったね。ちょ、してもいいんだけど、なんでかっていうと、ルート5分のままにした方が約分できるんだね、ここで。ルート5分の17、高さね。で、忘れちゃいけない2分の1。こんなの忘れて落とさないようにね。ここまでできてるのに。で、やれば、ここ、約分で切れる。で、ここも、2と1で約分ができる。だから、2×17 となるので、最後、面積は34でした。という感じで解いてください。ちょっと途中ね、ごちゃごちゃしちゃって、申し訳なかったんですが。だから基本方針としては、どこを底辺にするかっていうのがまず大事。そこはもう自分で決めて、決めちゃって大丈夫だからね。で、底辺は2点間の距離で求めます。で、高さは点と直線の距離で求める。そのためには直線の式が必要なので、一回直線の式を出すっていうワンクッションが必要になりますけど、まあ、こんな感じで、ぜひ解いてみてください。ではね、ちょっと長くなってしまったんですが、ここまでね、ご覧、見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回が、丸5だ。まだ続くね。で、しかも、この三角形の面積を求める問題のもうちょっと難しい問題を1問だけ取り上げます。なので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。